こんにちは、ジョニーです。今日は一冊本をご紹介したいと思ってます。実際にまだ2章までしか読んでないんですけど、全部で15章とかあったりするんで、中身について全てなんかご紹介できるようなわけではないんですけど、何をお話ししたいかというと、すごいメジャーな本なので、ぜひ手に取っていただけるといいんじゃないかなというお話をしたいと思います。このチャンネルではいつもマーケットの振り返りだったり、投資のティップスみたいなもの、それ以外もいろんなことをお話しさせてもらってますが、もし興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今日は冒頭でお話ししたように一冊の本についてご紹介したいと思います。ずっと購入してなかったんですよね。前回の第12版というものが発売されてからもうしばらく数年とか経っていて、なんか今のタイミングで買っていいのかなみたいなのが若干あったんですけど、最近第12版っていうものが出ました。ウォール街のランダムウォーカー、株式投資不滅の真理という本があってですね、この本もしかすると読んだことある方すごい多いんじゃないかなという気がします。インデックス投資について進めている本で、これを読んだからといっておそらく自分のインデックス投資方針に違いが出るかと言われると、多分あんまり出ないんじゃないかなという気がします。なんでかっていうと、多くのインデックス投資を進めている方々は比較的この本の影響を受けていたりするようなので、いわば、インデックス投資がいいと思っている人たちにとってはバイブルみたいな存在なんじゃないかなという気がしています。で、この本の内容っていうのは第1部株式と価値で、第1章第2章ぐらいまではもう読んで、3章ぐらいまで読んだのか、そのランダムウォークとは何なのかっていうお話とかね、その先は読めないよ、誰も読めないよって、僕がいつも言ってる話ですけどね、本屋さんで積まれているなんかチャートの本とか読んで儲けられる人っていないじゃないですか。あれむしろ逆に動いたりしますよね。ここが買いのポイントですみたいな、そう、あれね、嘘なんですよ。あれはね、食い物にされるだけですね。簡単に言うとそういうところがあります。これからの動きが分かるであれば、そんなに簡単なものはないんですよね。はい。なのでランダムウォーク、その明日どうなるかは誰も分かんない、予想してもしょうがないっていう話が比較的紹介されてます。2章3章とかは過去のバブルについて、そう、すごいですよね。聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけど、オランダのチューリップバブルの話とかね、あとはそのアメリカで起きたバブルの話、日本のバブルの話とかも紹介されてます。 IT バブルの話とかも出てきて、今考えてみるとそりゃそうだよなって思えるんですよね。今振り返ってみるとみんなおかしいのはわかる。だけど当時誰もそれに気づいて対応できた人っていないんですよね。非常に難しいのは、結局最後売り抜ければいいというふうに考えている人がすごい多い。なんでかっていうと、短期的なパフォーマンスを求めている人が非常に多いので、自分より後にさらに高い値段で買ってくれる人がいるんであれば、もうそれでいいみたいな感覚なんですよ。その最後に購入させられる対象としてよく出てくるのは、残念なんですけど、個人投資家とかだったりするんですよね。世間とかメディアとかがものすごい煽って盛り上げておいて、最後に個人投資家に買わせて暴落するみたいなことが往々にしてあります。個人にものすごい強く売ってくるような商品っていうのはもう大概最高値ですね。はい、だと僕は思ってます。そういった話が第1部にあってですね、その後にプロの投資家の成績表としてテクニカル分析とファンダメンタルとかね、比較的僕がいつもお話しするようなやつですね。プロの投資家、ファンドマネージャーが儲かってるかっていう質問に対しての答えですよね。そう、簡単に言うと、そう、誰もね勝ってないんですよ。アクティブファンドのほとんどは負けているっていうのが、これはもう事実であって、ごくごく一部に勝っているところがあるんですけど、それもその10年20年30年ってスパンで見た時に勝ち続けることができるかと言われると、そんなことはないんじゃないかなというふうに思ってます。で、さっきお話ししたようなそのチャートとかを見た時のそのテクニカル分析に基づく買いと売りとかも、勝てないんですよ、簡単に言うとね。やってみていただいた方、僕もやったんですけどね、最初ね、ここが買いのポイントかなみたいな感じでやったりするんですけど、足んないっすよ、本当に。やっぱりそれなりにリスクを取らないと、儲からないし、当たっても外れても、やっぱ半々だなと。どっちかっていうと、その個人投資家の心理を逆手に取ったような動きをマーケットはするような気がしますね。
苦しい時にさらに追い込まれるような動きをするっていうのがマーケットの特徴だと思ってます。今10月26日、まあ今日は土曜日なんですけど、まあ株が本当に2、3週間すごい上げていて、調整しそうだなという動きをし始めたのはもう2週間ぐらい前なんですけど、まあそこから下がんないんですよね。で、高値に上がってくる過程で、売りで入ってくる人っていうのがすごい多くて、個人投資家とか特に逆張り姿勢が強いんですけど、そういった人たちはもしかするとやっぱ最後食い物にされてしまう可能性が高いというふうに思いますね。やっぱね、雑誌にやけに乗ってくるとか、テレビの番組でなんか言われる、 CM やってるみたいなのは相場の終わりを告げる良いサインだと思いますね。まあよく某テレビ局の番組とかでその企業が取り上げられると株価が下がるみたいな話があったりするんですけど、まあそれも一つかなという気がします。ファンダメンタル分析に基づく手法とかね、あったりするじゃないですか。ひふみとか比較的そのバリュー株投資とかあったりしますけどね、なかなか小規模の時にはうまくいってたかもしれないですけど、規模が大きくなるとうまくいかないっていうのがどうも見えてきてますよね。うん、アメリカのウォーレン・バフェットとかであっても、やっぱあれぐらいの規模になってくると、その前みたいに、そのバリュー株というか、バリュー株投資みたいなものはもはやできなくて、僕の理解だと、健全で安定的に利益を出せる会社に投資をしてずっと持ち続けるっていうことによって高いパフォーマンスを出してるっていうのが実態かなと僕は思ってますね。その他に第3部だと新しいテクノロジーみたいな話があって、とにかく好きですよね。そういったものが。なんか新しい、なんだろうな、指標とか、そういったものを利用して投資を行うみたいなものが非常に人気になったりっていうのがありますけど、これも過去の例でいくとノーベル賞とかを取ったようなレベルの人が作ったようなファンドであってもやっぱり途中でうまくいかなくなる、破綻するみたいなこともあったりするんで、大体うまくいかないですね。そういう意味でいくとね、そういったお話をもとに、おそらくですけどね、第4部ではウォール街の歩き方の手引きとして、まあどういう備えをしてどういう行動を取るべきみたいなお話っていうのが出てきます。この中には皆さんからよくご質問をいただくようなドルコスト平均法の話とか、そういうのも出てくるようなので、ぜひお時間がある方は見ていただけるといいんじゃないかなという気がします。15章まであって、そうですね、まあ、読むのに、まあ、それでもどうかな、まあ、3、4時間あればできるんじゃないかなっていう感じはしますけど、はい。まあ、インデックス投資をしたいなって思っている方は、まあ、ぜひ読んでみてもらえるといいかなと思います。まあね、まだ読み切ってない自分が言うのはすごい変な話なんですけど、なんかそういう本らしいです。はい。まあ、僕今、ここから第2部読み始めるようなタイミングなんで、ちょっとバーッと一気に読んでしまおうかなと思ってたりします。はい。まあ、でもね、バブルって、最近はなんとなく見えるように僕もなってきましたね。まあ、ビットコインとかすごい分かりやすかったと僕は理解していて、例えば、まあ、僕よくスターバックスに行ってるわけですけど、カフェでやっぱりね、その辺の人たちがなんか草コイン買っとくと結構当たるらしいよみたいな、俺も何万がいくらになったみたいな話とかしてるわけですよ。誰々が送り人になったとかね。うん、あれはやっぱりバブルだと思いますね。分かりやすいバブル、その雑誌、テレビ、CM で、その辺で投資をもともとやっていたわけではないような人たちがやり始めるっていうのはやっぱバブルだと思いますね。うん、なのでそういう、なんだろうな、ものには流されずに、僕たちは個人投資家は徹底してインデックス投資っていうものをやり続けることが将来の資産形成っていう目的のためには最も良い手法だと僕は思っているんで、そうですね、まあずっと市場から退場させられることなく購入し続けられるっていうのを、まあ意識しながら投資をしてもらえればいいかなと思います。はい、今日はウォール街のランダムウォーカーという本のご紹介をしました。2部をこれから読むので、また読み終わってもうこういうところが面白かったよみたいなお話ができるといいかなと思ってたりします。はい、Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もしこの動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。